スパークルシティキサラズは、株式会社日本リートが、千葉県キサラズ市で運営している複合型施設。キサラズ市役所やキサラズ市議会が入居している。バス会社の案内所と観光案内所西口駅前の再開発によって建設され、春工から10年ほどは、百貨店として営業していた。7,048平方メートルの敷地にあり、鉄骨鉄筋コンクリート作り。 地下2階地上9階建て。東屋2階の本館、スパークルシティキサラズと一部鉄筋コンクリート作りで地下1階、地上3階の別館、アクアキサラズ B 館の2棟で構成されている。延べ床面積は約42,679.03平方メートル。館内やスパークルシティの屋上は舞台として提供されており、 施設保有者の日本リートによれば、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命マイナスや、キサラズキャッツアイ、名探偵、コナン、相棒といったドラマ、映画の撮影地として活用されているという。キサラズ駅、西口付近を映した航空写真。画像左が本館、画像下は別館。1988年10月30日撮影。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成木更津駅西口付近を写した航空写真1979年度撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成祖号スパークルシティ木更津木更津駅西口の取街地 再開発事業により建設された。1988年3月、別の場所にあった、坂本祖合を各テナントとして開業。百貨店オープン時のキャッチフレーズは、木更津が変わる。夢膨らむ、大きな祖合再開発事業は総事業費として216億円を、要しているが、そのうち木更津市が40億円を負担している。木更津祖合は、 南房総で唯一の都市型百貨店となり、最盛期の1991年には189億円の売り上げを記録した。その後は、当地と神奈川県を結ぶ東京湾、アクアラインの開通や郊外への大型ショッピングセンター進出などによる影響で、1999年の売り上げは91億円に減少。2000年7月13日、木更津総合が、 千葉地裁へ自己破産の申請に合わせて閉店。7月21日には破産宣告を受け、負債総額は241億300万円となった。後にアインスビルを保有、管理していた第三セクターの木更津都市開発も、負債総額74億7000万円を抱えて、2001年12月22日に千葉地裁へ自己破産を申請。 同日に破産宣告を受けた。2003年9月に、木更津市が6億円をかけて、アインスビルを取得、市から、管理、運営の委託を受けた日本総合企画株式会社が、約5億円を投じて、ビルの再建を実施した。2004年4月28日、アインスは、アクア木更津と名前を変えて、リニューアルオープンした。新たなキーテナントとして、 激安スーパーの丸絵を、英館1階に迎え入れたほか、英館6階には24時間営業の、時間消費型高い制複合レジャー施設である、ヤジクラブ100、英館7階には100円ショップのザダイソーがオープンした。再建の様子は、2004年5月4日に、テレビ東京のドキュメンタリー番組である、日経スペシャルガイアの夜明けゴーストタウンに人を呼べ、 駅前ビル再生に揺れた200日で放送された。しかし、新たなキーテナントのマルエも2009年4月22日に閉店してしまう。またビルの管理、運営を委託されていた日本総合企画は2009年5月18日に東京地裁へ民事再生手続きの開始を申し立てて倒産し、負債総額は約150億円であった。 2009年12月28日に、木更津市は、ビルと土地を売却するために、一般競争入札を実施した。契約の条件として、10年間の所有権移転禁止や、2年以内に、売り場面積500平方メートル以上の、生鮮食料品店を開業させる、努力義務などが付されていたものの、予定落札金額の3億9000万円に達する、大札がなく、 入札は不調に終わった。市は、入札で最高値を提示した有限会社金剛さんと個別交渉し、入札価格に1000万円を足した2億9000万円で、売却する随意契約を締結した。売却に伴い、ビーカン3階の木更津市役所駅前連絡所と、木更津駅前ホールは、2010年9月に閉鎖された。 売却後に行うリニューアルオープンの企画は新たにビルのコンサルティングを行うこととなった東京都港区の複合商業施設総合コンサルティング業者である株式会社山木が言った上質なゆとりの時間をキーコンセプトとして2010年10月にマリンゲート、キサラズとしてリニューアルオープンする予定であった 2010年8月10日、英館1階に食品スーパーの生鮮市場キサラズが開店した。株式会社、ベルーフが、グロッサリー、日配株式会社テラバヤシが、生肉、伊藤水産が、鮮魚、有限会社マットウセイカが成果、セイカ、惣菜を提供する店舗であったが、2013年11月28日から12月7日にかけて、 各店舗が順次閉店した。2013年4月1日、場外価値馬投票券発売所の f 競馬木更津が B 館 B1 階にオープンした。周辺環境に与える影響を考慮して、千葉県競馬組合では、初めての会員制を採用し、床面積561平方メートルの施設内に、座席105席と自動発払い機6窓、 友人払い戻し機一窓を備える。2015年3月21日からは J プレースキサラズとして JRA 全レースの勝ち馬投票券の発売、払い戻しを始めた。金剛さんはスパークルへ、称号変更、A 館の建物についてもリニューアルを行い、2015年9月26日にスパークルシティキサラズとしてリニューアルオープンした。 リニューアルと同時に、7階8階を、木更津市役所の仮庁舎として開業し、1階には、木更津のご当地ヒーローである、大鳥神、ヤツルギをコンセプトにした飲食店をオープンしている。また、大鳥神、ヤツルギの制作会社である、ヤツルギ魂が、スパークルシティ木更津のヒーローとして、超電光スパークル Z が登場しており、2016年2月より、 千葉テレビ放送で特撮ドラマが放送された。2018年7月には建物北側にウッドデッキが完成し、定期的にフリーマーケットやキサラズナチュラルバルなどのイベントが行われている。B 館 B1 階のライブハウスは2016年以降閉館していたが、 地元のアイドルグループ C スタイルの活動により、2018年7月1日、ライブハウスオッサとして営業再開された。現在施設内で営業しているテナントは、テナント一覧表を参照。出展、公式フロアガイド。出展、公式フロアガイド。ありがとうございます。